私の取扱説明書。バダン。寝起きがいい。朝から元気。はい、朝から元気です。はい、ご迷惑おかけします。これからね、現場、一緒になることもあると思うんで、はい、寝起きめっちゃいいですよ。ドラマとかで全然夜遅くて、朝めっちゃ早い時とかもめっちゃ寝てるんですけど、うん、起こすじゃないですか、時間になったから、もう目パッたまにこうコンタクトこうなってる、ね、なってる時もある。朝から元気です。朝から元気めっちゃ、うん、小学生レベルの下ネタで喜ぶ。まあまあまあ。でも、なんて言うんだろう。いい意味ので捉えてください。うん、以上。続いて。茶色い系のお弁当が好き。あ、そうね。うん、唐揚げとか、うんうん、焼肉とか、好き。これね、めっちゃ覚えといた方がいい。おしゃべりももちろん好き。好き好き。うん、だけど、明らかに、茶色いなみたいなお弁当の時の。そうそう。でも、家庭で出る料理系って感じ、うん、一般的にカレーとかその唐揚げ、そうそうそう、揚げ物とかハンバーグもとんかつとかいっぱい好き。そう、生姜焼きとか ね、そうそう。でも茶色以外も好きですよ。お野菜も食べる。そう、お野菜も大好き。ガッツリ系が好きです。人が好き、うん、あ、そうですね、うん、人好きですね。一人ご飯がいけない。買い物は一人なんですけど、うん、ドラマやってたじゃないですか、はいはい、現場始まってちょっとしたら、はい、すごいいろんな人とすっごい仲良くなってて、うん、だからなんか人懐っこいと思う。すごい、パパいっぱいできたね、なんか。そうね、気持ちよくしてて、生瀬さんとか淳さんとかは ね、うん、ね、本当にそういう優しくしてくれる、うん、本当にお父さん的存在が。そう、お父さん的、それもなんか才能ですよね。全然全然。そう、でもね、初めめっちゃ人見知りするんですよ。なんかその壁を一回突破しちゃったら、うん、もう突き進んじゃうって、うん、そうしたら多分仲良くなれるかなと思う。人が好き。続いて正直者。はい、そうですね、正直な人やと思って付き合うっていうのがすごい大事。正直も、まあそういうイメージですよね、うん、そういうちゃんと意見言ってくれるイメージではありますよね、うん、そう、でも意外と言えないときは言えないってね、これ言ってくださいそれも言ってくるから、そこはまあそうそうそう、マネージャーとして助けなきゃいけないところですね、うん、正直者、こんな感じ、はい、こんな感じ、心得て、はい、ぜひぜひ、これから